さんこんにちは。基礎産業山本益志です。先日ダイヤモンドオンラインですね、大塚家具さんってあるじゃないですか。大塚家具さんが来年の3月にはその資金が枯渇するんじゃないかっていうニュースがあったんですね。弊社のその動画のコメントにもですね、大塚家具さんって大丈夫なんですかっていうようなコメントがあったりしたので、今日はこの大塚家具さんについてお話ししていきたいと思います。主にですね、ちょっと4つのことについてお話ししたいと思ってるんですが、まず1点目はですね、大塚家具さんが本当にその資金ショートするのっていうことと、するとしたら大体いつぐらいに資金ショートするかっていうところが1点目ですね。2点目が銀行員の目線から見てですね、この大塚家具さんっていう会社をどういうふうに見るか、今後融資ができるかできないかっていうところが2点目。3点目が大塚家具さんのその強み弱みっていうところと、その事業計画を出してるんですけども、その事業計画の実現性っていうところについてお話ししたいと思います。今回は4点目としてですね、まあ私だったらどうするかっていうことと、今後どうなるかっていうことについてお話ししていきたいと思いますので、よろしくお願いします。1点目でですね、大塚家具さんは本当に資金ショートするかどうかっていうところなんですね。マスコミなんかでは1ヶ月に5億円ぐらい のキャッシュアウトをするっていうふうに書いてあるんですけども、これをまずどこで見るのかっていうところなんですが、実を言うと大塚家具さんは12月決算なんですね。6ヶ月経過した時点のその決算短信が出てるんですね。この決算短信の中のキャッシュフロー計算書を見てるとですね、営業活動によるキャッシュフローが29億円もまあマイナスになってるんですね。6ヶ月間でまあ大方30億円ぐらいということになるので、単純計算してまあ5億円の要は現金が出ていってるっていうことになるんですね。この時にはその中国の会社さんとかからそのファンドを組んでですね、あの増資を受けたりとかしてるので、9月の決算短信の時にはそんなにまあ影響がないように見えるんですね。なんですけども、1ヶ月で仮にその5億円出ていったと考えた時に、大塚家具さんの9月のその決算短信を見てるとですね、この会社の現預金が21億9000万円ということになりますので、1ヶ月に5億円ずつ出ていくと考えると、だいたい4ヶ月ぐらいということになってきますね。このままいくと平たく言うとその20億円ということになりますから、まあ4ヶ月ぐらいしか資金が持たないのかなということになってきます。資金が枯渇するっていうことは、やはりその銀行で融資を引っ張ってきたりとか、そういうふうなことになってくるんじゃないかと思われますので、あの実際これを銀行員が大塚家具さんの決算書をどういうふうに分類してですね、どういうふうな対策に出るのかなっていうところについてお話ししたいと思っております。まずあの2019年の9月30日時点の第3四半期の決算短信についてちょっと見させてもらってるんですけども、この会社はですね、そのいつものお話でいうその長期債務があるかないかっていうと、現時点ではないんですね。この固定資産の部っていうのがあるんですけども、大塚家具さんの固定資産っていうのは53億7000万っていうことになるんですが、この会社の純資産なんですよね。純資産の合計が123億円あるんですよ。ということはこの会社は固定資産の倍ぐらい純資産を持ってるような会社っていうふうに表向きは見えるんですよね。なんですけども、大塚家具さんの非常に難しいところがあってですね、これ何かというと在庫なんですよね。9月末のその決算短信時点で88億円も在庫があるんですよ。ということはこの会社はどういうふうな構造になっているのかと言いますと、棒読みでお話ししますと、純資産の1234985からあの固定資産の5377453ということで6972432ということでですね、この会社実を言うと自己資本のうちのその70億円部分が商品に当たってるんですよね。この商品を不良在庫っていうふうに考えた時に、あの長期債務が発生するっていうことになりますよね。長期債務を返せるかどうかっていうその足元の収益力っていうのはもう全くないっていうような状況じゃないですか。あのよく言う三赤三赤って言って言うんですけども、3期連続赤字なんですよね、この会社。ということは実質長期債務はない会社なんですけども、赤字をずっと出してる会社ということになりますので、やはりこの会社は要注意先というふうな判断になると思います。この会社の決算書を見てるとですね、非常にちょっとびっくりしたことがあったんですね。それは何かと言いますと、第2四半期のですね6月30日時点では13億円ほどその短期資金を融資してたんですね。なんですけども、
実を言うと9月の時点で決算短信を見てますと、この短期借入金が長期借入金のその8億円という形で振り替わってるんですね。これどういうことかと言いますと、普通その商品、まあ家具を仕入れて、あの大塚家具さんの場合は輸入家具っていうのは結構多いんですけども、仕入れた商品が売れた時にその売れた資金でまあその返しますよね。売れて入ってくるまでの間は約定弁済ですね、毎月の返済はしなくていいよっていうような契約の短期借入金だったんですけども、この会社8億円のその長期債務に切り替わってる、あの毎月返済っていうところに切り替わってるっていうことは、商品っていうのは不良在庫が結構多いっていうふうに銀行が見てるっていう推測が立つんですよね。その代わりに、まあ8億円代わりに融資をしますから、収益の中から返済してくださいねっていう風な形になるんです。これを専門用語で資本構成の是正って言うんですけども、早い話、毎月の返済が出てくるっていうことは、銀行もそのリスクが減ってくるじゃないですか。13億円あったものを、その8億円の長期資金に振り替えてるっていうことは5億円回収してるっていうことになりますので、今後やはりこの会社っていうのはちょっとそういう意味でも資金調達っていうところが困難になってくるのかなっていうふうに思います。今回こちらのですね、あの大塚家具さんが今期の年頭にですね、その事業計画書を作ってるんですよ。この事業計画書と足元のその決算短信を見比べてですね、その大塚家具さんの財務の強み弱みっていうところと、この会社のその事業の実現可能性っていうところがあるのかないのかっていうところについてお話ししたいと思います。今日ちょっと非常に分かりやすくあのお話しさせてもらうんですけども、大塚家具さんの財務的な弱みっていうのがあるんですね。これは何かと言いますと、その資本効率が悪いんですよ。その投下した資本に対してそのどのぐらいのスパンで回収できるかっていう目安があるんですね。これを総資産回転率って言うんですけども、今回の大塚家具さんの9月末の決算短信の売上っていうのが棒読みで2100392.7っていうことになるんですが、これを総資産で割りますよね。この時の総資産が19697300っていうことになりますので、大塚家具さんの総資産回転率は1倍というか 1.07 倍ということになるんですね。これだけパッと見ると分かりにくいんですけども、 1.07 倍っていう数字はですね、大体あの製造業ぐらいなんですね。こういう小売業とか卸売業とかいうのは大体2回転ぐらいしないといけないんですよ。やはりその投下した資本が1回転しかしないっていうのは、いかに資本効率が悪いかっていうことになるんですね。今期の決算なんですけども、前期比と比べてですね、非常にやっぱり努力はしてるのかなっていうふうに思ってまして、どこで努力をしてるかっていうのが見えるかというと、その売上原価のところなんですよね。前期の売上原価が 56.3% っていうところに対して、今期は 48.93% っていうところで 7% も改善してるんですよね。あともう一つ特筆すべきところは、あのリソラ結構してるんですね。大塚家具さんはもともと1700人いた会社なんですけども、今現時点では1200人ぐらいの会社っていうことになってますので、短期間で500人ほどリストラしてるんですね。これは結構頑張ってるなっていうふうに思ってまして、2018年9月末と2019年9月末の販管費の比較を見てますとですね、30億円ほどその圧縮してるんですね。なんですけども、あらりがその100億円に対して販管費が136億円かかってるので、やはりその分かりやすく言うと、あれも我慢してこれも我慢してっていう風に、いろんなもののその販管費を、要は日頃出ていくお金っていうところを我慢してるんですけども、それ以上に収入がやはり下がってくるから利益を組み立てれないというような状況にあるということになるんですね。努力をしてるんですけども、なかなか結果に結びついてないのかなっていうところが伺えると思います。あと今回この計画の実現性なんですけども、2つの意味で実現可能性が難しいのかなというふうに思ってまして、1点目なんですけども、まず今年の2月に中国のファンドですよね、ハイラインズっていうところのファンドから38億円の出資を受けるっていう話があったんですけども、これが土壇場になって中国のその当局の許可が得られなかったということで26億円止まりで終わったっていうニュースがあるんですね。まあ私もあの M&A 仲介業者なんで、すごく思ったことがあるんですけども、上場企業で土壇場になってこういう結果に終わってしまうといいますかですね、なんで裏が取れてなかったんかなと、まあ相手が中国だけにどれだけ裏を取って
っても取りきれないっていうようなぐらい情報を密に取ってないといけないような案件なんですけども、土壇場になって資本を受けれなかったっていうところがこの会社の真の実力なのかなっていうふうに思ってます。2つ目の理由として大塚家具というブランドをその中国で浸透させるっていうのはすごく時間がかかるというふうに思ってるんですね。日本の商品で中国で売れてるものというか、やはりブランド力があるものっていうのはやはり化粧品とかそういったものが多いんですね。そんな中でその大塚家具っていうブランドを認知させた上でその中国の人たちに買ってもらうっていうのはすごく時間がかかるというふうに思っておりまして、やはりその1年でこれだけの計画を実現できるっていうところはちょっと私の今までの経験上だと非常に難しいのかなというふうに思っております。最後に今後どうなるかどうするかっていうところなんですけども、まず片付けていかないといけないところは現金化なんですよね。商品が80億円もあるんですよ。これをいかにその早くさばいてですね現金に変えていくかっていうところが大事だというふうに思っておりまして、そのためには一定のやはりクリアランスをしていく必要があるのかなというふうに思っております。2つ目が今以上にその店舗の統廃合といいますか、もう東京一局ぐらいでもいいんじゃないかなというふうに私がやるとしたらそういうふうに思っておりまして、今まで以上にそのリストラをして、富裕層って地方にもいるのはいるんですが、地方に店を構えてですね、地方のお客さん富裕層の人だけを相手にするためにお店を構えておくっていうのは非常に効率が悪いのかなっていうふうに思っておりまして、こっちがお金を払って東京の大塚家具のお店に招待するぐらいの気迫でやっていって、その代わりにその店舗はもう全部廃止していくっていうやり方の方が効率がいいのかなというふうに思っております。この計画書にもあるんですけども、ネット販売に力を入れるって書いてあるじゃないですか。家具って商売でいうところのあったらいいなってところに行ってるんですよね。商売っていうのはそのなきゃいけないっていうところにどれだけ肉薄できるかっていうところが大事だと思ってるんです。今回の場合家具ってなかなかその今難しいのが売れないから潰れていってるその家具のメーカーさんっていうのは結構あるんですね。大塚家具さんの強みっていうのはやはりブランド力というか、いい家具を売るっていうその販売力はあると思うんですね。ということはネットを通じて輸送の問題さえ解決してしまえば、この会社アスクルモデルが作れるというふうに思ってるんですね。アスクルモデルって何かというと、その文房具もそうなんですよ。なかなかその地域の文房具屋さんって売ろうと思っても売れないっていう悩みを抱えてるんですね。あなたのところの文房具を代わりに売ってあげるよと、売ったらこれだけ手数料ちょうだいねみたいな、そういうふうな商売モデルを構築することはできるのかというふうに思っております。なんですけども、いずれにしてももうここ半年とかふなしその1年とかそういった中で資金が枯渇していくっていうところはちょっと今の段階でいくと、まあ、可能性が高いというわけじゃないんですけども、新しい手を打っていかないとちょっと難しいのかなというふうに思っておりますので、何らかの資本施策っていうのが必要になるのかなというふうに思っております。こういった大塚家具さんみたいな会社は前回ちょっとソフトバンクで話したことがあるんですけども、政策判断の中のその救済措置ですよね。そういったものにはまるかはまらないかというと、はまらない会社になってくるんですよ。なんでかというと、イケアもあるし、そのニトリもあるし、まあ家具屋さんっていろいろあるよねと。そんな中でその大塚家具さんがなきゃいけないっていうような、今の段階ではそういうところに該当してこないので、救済措置に当てはまってこないのかなっていうふうに思っております。そうかといって、その今後大企業っていうのは資金調達が難しくなってくるんですね。これは何でかと言いますと、今度ご紹介したいと思うんですが、金融検査マニュアルっていうものがあるんですけども、これが廃止になるんですね。これどういうことかというと、日本中の銀行が大企業というよりは中小企業の方に今度資金が当たっていくっていう構図が出てくると思います。やはり大企業は資金調達がしにくい中で、ましてその3期連続赤字のこの会社に融資をするかっていうふうになると、非常にまあ難しいのかなというふうに思っております。ですからこの半年間の間に事業計画が実現できるかっていうことと、資金の手当をどういうふうにこの会社がやっていくのかっていうところは注目して見ていきたいというふうに思っております。今後もですね、コメントをいつも読ませてもらってます。ありがとうございます。こんな会社やってほしいっていうのがあったら、ぜひちょっとコメント欄にこんなことやってほしいですみたいなことを、この会社紹介してほしいですみたいなことを書いていただけたらですね、こっちもちょっと勉強して発表していきたいというふうに思います。次回はライザップをやろうと思ってます。
ちょっとライザップについてどう思われますかって書いてあったんですけども、弊社は M&A 仲介業なんですよね。ライザップっていうのは60数社以上をその M&A してる会社なので、この会社の強み弱みっていうところをお話しすると、中小企業の M&A とかそういったところにも結構活かせる題材があったりするので、いい参考資料になるかというふうに思っております。それでは最後まで見ていただいてありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。M&A で会社を買いたい、売りたい、サラリーマンをしていて独立企業、副業で稼ぎたい、会社の資金繰りに困っている、銀行からお金を借りたいけどどうしていいかわからない、そういった方はぜひ概要欄に弊社ホームページのリンクを貼っておりますので、お気軽にお問い合わせください。お金の悩みは必ず解決できます。一人で悩まずにまずは弊社にご相談ください。私たち木曽産業が全力でサポートします。